ドッグメンタリー69回目。犬も杓子も健信がまともに歩けなくなったので D ドッグさんに連絡し、緊急に施術をしてもらいました。ドッグさんから家に帰り、少し落ち着いていると連絡が。マロン君が長野から突然遊びに来ました。マロン君大きいわ。それを全然軽々と抱っこしてる。でも耳が悪いから、もともと気づかないんだけど、他にも犬もいてもこんな感じ。マロン君お邪魔しました。その足は何、かゆいね。かゆいのね。かゆいでございます。お座りできる。そう、ここでやらしてもらう。パパがこっちから見れば真正面が取れるね。はい、すごいな、マロン君は。心を打ってます。いや、でもやりますか。偉いな。あれも一緒にキャッチもできるし、あと、マーベルって今まで離れてます。ご視聴ありがとうございます。ちょっとだけだけどね。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。健信ママもパパも心配事は尽きないと言ってますが、僕健信は今日マロン君と遊べなくて残念だったよ。そしてお菓子のために心は売らないよ。次回も見てくださいね。